にゃんこ様おはようございます。それでは今から家を出ます。今学期取っているクラスが3つあるんですけど、コミュニケーション362、364、442っていうクラスです。で、今日は362 の、 実際に記事を書いたりとか、ソーシャルメディア の、 ストーリーとかの広告を考えたりする、なんていうのかな、ちょっと実践的なクラスと、あと442のメディアヒストリーのクラスがあります。テクノロジー系のやつなんですけど、で、その後に362の最終課題でビデオを作るものがあって、それに向けてちょっとアポを取ってるので、その人にインタビューをしに行きたいと思います。私この6月に UW を卒業するので、その前にね、記録用に1日密着したいなと思ってたので、今回はそれを回していきたいと思います。Okay, now we're going to do the budget meeting. And we're going to do this super fast. You each have 2 minutes. And there will be some female guest speakers who have the computer science degree and working for the tech development in Seattle. Okay, so yeah, make sure you get, you'll want to think about B-roll, and you could get some probably good video, maybe good audio at the conference, depending on what it's like. If it's like a big like festival type thing, maybe there's a lot of color and action, people interacting. If it's like a conference where people are sitting in a room and then standing on stage and talking, that's not going to be very visually interesting. So you just want to pay attention to that as you're like capturing video. Researchers at UW are...これが362のクラスで、今日はバジェットミーティングって言って、これからの記事だったりとか、ビデオの方向性がこれで合ってるかっていうのを確認するミーティングでした。基本的にはこのミーティングがあって、実際にインタビューをしに行って記事とかビデオを作っていくっていうような感じです。特定の専攻に入ってからって、こう机に向かって中間期末に向けてテスト勉強をガリガリしてテストに向かうっていうよりかは、こういうなんかプロジェクトが多かったりとか、あとはなんかこう実践的なそういうのが多くて、なんか本当に学校の宿題とかテストっていうよりかは、どっかのなんか仕事のデッドラインに向かってやってるような感じです。今時間が12時半くらいなんですけど、4時半まで時間があるので、ちょっ とお茶を飲みに行って作業しつつ、また学校に戻っていきたいと思います。それの最終確認と、あと YouTube じゃないんですけど、動画の編集が残っているので、それを終わらせたいと思います。ちょっと予定変更でですね、まだちょっと時間があるので、最初に学校のジムに行ってからプレゼンに行きたいと思います。
今ヒストリーのクラスが終わりました。これからま帰りたいところなんですけど、ちょっとさっき今朝言ってたコミュニケーション362の方のミーティングで言ってたイベントが早速あるので、でアポも取ってるので、もう一踏ん張りですね。ダウンタウンに行ってインタビューをしていきたいと思います。この時間が一番好き。色が素晴らしい。Thank you so much for accommodating. Haven't been in the conference rooms, so if they're dirty or just like move stuff around, but just feel free. Yeah, make yourself at home. Thank you. Oh, this is perfect. Would you like me to face you or face the camera? Face the camera. Okay. Can you? Yeah. I'll try. I'll go. Ready? Okay. So first question is, can you introduce yourself? Yeah. Is it already rolling? Oh, yeah. Okay. I'm Lillian de Grief. I'm a PhD student in computer science at UW. What made you decide to do computer science? Ooh, why did I decide to do computer science? Yeah. I like a lot of different things. I like a lot of different kinds of sciences and engineering, but also art and music. And I guess it came down to taking some computer science classes, liking it, so then I took more computer science classes, and I like those too. And I mean, as it just kind of became, well, I guess the rest is history, is what they say. Now, the interview is over. It was a really good person. It was good.答えてくれた人、結構何人にも声をかけてたんですけど、なかなか断られることも多くて、最後に見つかったのが彼女で、なんとかなんとか今学期終わりそうです。ただいま。もう完全にオフモードなんですけど、これからご飯を食べて編集をして、あと寝るっていう感じにしたいと思います。まあ明日もあるのでね。でまあもうすぐ私も3年半かなやってきた、まあ、留学を終えて6月にまあ卒業するので記録を残したいなと思ってずっと撮ってたんですけど、本当にもう考えてみれば3年半なんてあっという間でしたよね。よく留学に関する質問っていうのもいただくんですけど、正直うまく答えられないことの方が多いです。っていうのも誰一人としてこう同じ経験をすることってないんですよね。まあ、これは人生においての話でもそうだと思うんですけど、特に留学ってそうだと思っていて、一人で白紙の状態から知らない国に来て、出会う人も違えば行く学校も違うし、学ぶことも違うし、見るもの聞くもの体験することが本当に人によって全然違うと思うんですよね。でその全く違う経験が思考を作っていくわけで、もう本当に全くもって一概に言えないと思うんですよ。でまあ留学っていうことでこうテンプレされたようなというか、そうね、テンプレートしたようなこう情報がたくさん流れてるなという感はあるんですけど、例えば留学は勉強量が多いとか、なんかこうアメリカ人の友達作ったもの勝ちじゃないけど、そういうイメージがすごく作られてるなと思うんですよね。例えばね、でも私個人の話で言えばもう完全に高校の時の方が勉強量は多かったし、なのでそのテンプレの情報に別に沿う必要もないしというか、別にアメリカの大学4年出たから成功とか、アメリカ人の友達いっぱいできたから成功とか、そんな単純なことでもないし、全然一人一人形が違っていいと思うんですよね。なので、まあ、その正解に見えやすいことはあると思うんですけど、正解っていうのは多分ないと思うんですよ。で、それも踏まえて、その留学どうしたらいいですか系の質問に答えさせてもらうとしたら、私はもう完全にカスタマイズを楽しむことだと思っています。さっきもちらっとお話ししたんですけど、留学ってこう違う国に飛び込むことがスタートで、白紙の状態から自分の経験をこうスタートできると思うんですよね。で、そういう本当に自分の唯一無二の機会なので、その難しさとかモヤモヤも含め、多分なんなら留学に来る前
も何かしらの難しさとかモヤモヤってあると思うんですよ、絶対に。で、来てからも絶対あるんですよ。で、なんなら卒業して留学を終えてからもその難しさやらなんやらっていうのは付きまとうんだと思うんですよね。なのでもうそれ全部含めて、今は前もみんな人生ということでですね、その真っさらな真っ白な状態から自分で色付けしていくっていうことをできて楽しめれば、中身がどういうマイナスであろうがプラスであろうが経験であれ、多分最後は後悔することはないと思うんですよね、そのプロセスを楽しめればっていうのを、まあ3年半ずっと思いつつやってきました。伝えられることっていうのは多分限られてると思うんですけど、一番その留学に関してかけられる言葉といえばそういうことかなって思います。で、まあ一日結構地味ですよね。そうなんですよ。まあそういう学生でいられるのもあと2ヶ月とかなので、そうですね、そういう地味ながらの一日も大事にしていきたいなと思います。で、そうですね、もしその留学に関するコメントやら何やらもしございましたら、そのコメント欄にで教えていただければ嬉しいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ピースアウト。